写真拡大。阪神の守護神ロベルト・スアレス投手が23日の中日戦バンテリンの 3-1-9回にクローザーとして登板するも2失点喫し、今季初のセーブシチュエーションでの救援に失敗。サヨナラ負けこそ免れたが、チームは 3-3 の痛すぎるドロー決着で今季最後の中日戦を終えた。9回無視1、3塁から大島と福留に敵じらを浴びた守護神を、スワちゃんがおらんかったらこの位置にいない。負けるのと引き分けるのは全然違うし、よく踏みとどまってくれたと矢野監督はかばったが、勝てたはずの試合を土壇場で落としたダメージは大きい。1点ビハインドの8回に大山が一時逆転となる2点的自打をマーク。その裏は8回の男岩崎が貫禄のパーフェクトリリーフ。鉄板の勝てる流れにもかかわらず、気まぐれな勝利の女神は最後に虎をそれにした。直近6試合合計で9得点しか挙げられていない打線の低調も気がかりだ。矢野監督も毎日同じコメントしているけどとしつつ、しんどいよな。打線が点を取れないとピッチャーに負担がかかる。今日はマルテとユウスケが点を取ってくれたけど、返すバッターがなんとか状態を上げてくれないとと苦虫を噛みつぶしたような表情を見せる。翌24日からは敵地東京ドームで3位巨人との3連戦。調子がどうこう言ってる場合じゃない。みんな精一杯やってくれていると俺は胸を張って言える。調子が悪くても試合は来るし、だからこそ全員の力じゃないと勝ち切るところまではいけない。目の前の試合を全員で取りに行くと不退転の姿勢を強調した矢野監督。悲願の16年ぶりリーグ制覇へ、生みの苦しみは。